全員揃いましたかね。はい。あ、はい、まだなんかずっと体震えてるわ。うわ。ちょっととりあえず ロシちゃんをなんとかするまではちょっと安心できない私。はい、本当にそれする。ここからだね。では APC の停止には成功しました。あなたたちは、まあ、全あもう再開して大丈夫ですか。はい。大丈夫です。はい、はい、わかりました。じゃあもう一回やり直しますね。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、一回どっか危ないわね。はい、私は大丈夫です。はい、ではですね、はい、APC おやきの停止には成功しました。ここまで全力で走ってきたあなたたちは、まあ、ほっと息をつく人もいれば、まあ、床に崩れ落ちる人もいるでしょう。私はすぐロシちゃんのとこ行きます。はい、ロシは相変わらず意識がない。そしてまあパンブルしてたけど、まあわかるでしょう。明らかに脈が弱まってきている。これ夏目ちゃん、鍵は？おやきの鍵を、うん、気抜いてみて、そう、もう一回ロシちゃんに、うん、差し込む。ちょっと問題はそれでいいのかってこと、うん、そうよな。本当にそれで戻るのか、それとも読み切ってないその治療に何かあったのか。うん、ファブラムに、うん、もう一つあるでしょうね。一つ、中庭に着地した。そうね、あ、あそこ行くべき。まだ確認していませんね。ああ、あそこにロシちゃんがいるかもしれないわ。もしかしたら抱えて行ってみましょう。そうね、鍵も持って、うん、はい、うん、では鍵とロシを持って、ロシ誰が持ってきます？私よ。くるみちゃんかな。くるみさんしかおらんの。じゃあくるみちゃんがロシを抱えて、うん、鍵を持ってどこへ行きますか？中庭に行きましょう。中庭、アルベールのところに。はい、ではあなたたちは中庭へと向かう。中庭に出れば、不思議なことに先ほどまで空に立ち込めていた暗雲は跡形もなく消え去っており、空には何事もなかったかのように美しい星空が広がっている。中庭の中央に作られた人工池、そこにまるで浮かんでいるかのように探査機は佇んでいました。多少の損壊は見られるが、まだ探査機はその姿を保っている。探査機を覆っているサーマルブランケットは、中庭に落ちる星の光を受けて金色に輝く。その光景は幻想的で、あなたたちは一瞬目を奪われるかもしれないでしょう。といったところですね。入れたりするんですか？そういうサイズではないけど、調べることはできますよ。調べます。うん、小さい調べよう。はい。まあ、人が乗るタイプではないのでね。うんうんうん、では探査機を調べてみると、あなたたちは不思議なものを発見する。それは円筒状の奇妙な機械が部品として搭載されていることがわかるでしょう。その石で、側面には2つの文字が印字されていることがわかる。1つはこの部品の名称のようで、 NCAI ロシュと書いてありました。もう一つは、製造年月日などの情報です。2019年1月14日ファブラン。この部品は簡単に取り外すことができそうです。部品の形でどうなってますか？部品の形、何でしょう、木と抱えぐらいの円筒状、筒状。あ、ファブラム、あ、なるほど。取り外しましょう。ファブラムのとこに持っていくのよ、うんうん、取り外して抱えることはできるでしょうね、うんうん、抱えれました。どうしますか？ファブラムのとこまで持っていきましょう。そうね、はい、ではあなたたちは写真裏の住所まで移動します。到着しました。倉庫に向かうまでの間にも、少女の呼吸は徐々に徐々に弱くなっていってることがわかるでしょう。
1階の倉庫に、たどり着いた、写真裏の住所の1階の倉庫には埃をかぶったパブラムが眠っています。そうですね、ダン君。はい。あなたはここでパブラムマニュアルを読むことができる。内容を読み解く場合には日本語か図書館かアイディアのどれかに成功する必要があります。読み切るってことですか？そうですね。はっ、読んでたことでちょっと短縮されるわこれ、うん、日本語で振ります。はい、どうぞ。言ってそんなに時間読んでないけどね、5分10分ぐらいだけど、うんうん、あ、日本語95で振ります。はい、どうぞ。高っ、カラッと言ったけど高っ。高いわね。お願い、頼む。あー、あー、はい、クリティカル。じゃあもうすぐわかるでしょうね。はい、こちらファブラウマリアになります。やったー、ありがとうございます。見ていいですか？どうぞ。誰か読みたい人います？なければ私が読みますけど。これはダン君に読んでほしいな。そうね、お任せします、うんうん。ただちょっと難しいところは読んでもいいけど、どうぞ。はい。ファブラムマニュアル、一種の医療器具であり、その機能は対象物の脳を全自動で置換することを目的とした装置。正式名称はフルオートマティックブレインリプレイスメントマシンであり、ファブラムとはその頭文字を取った通称である。置換できる脳は人間同士に限らず、医師間での置換あるいは機械との置換も可能である。一度摘出した脳を感情の器具により保管することも可能である。手術台として使用する台に対象を寝かして使用し、その上部に設置された巨大なヘッドギアを頭部にかぶせて起動することを使用する。さらにヘッドギアには脳保管用の円筒状装置を設置するコネクターが存在し、そこに円筒状装置を取り付けて装置を起動することで対象の脳を装置内に保管することも可能となる。またこれは逆の手術も可能であり、すでに内部に脳が格納された円筒状装置をこのコネクターに接続して起動することで、対象の脳と円筒状装置に規格された脳とを入れ替えることができる。いいらしいです。っていう感じらしいっすね。感じらしいっすねって。あ、じゃあそんな一瞬で。よく読めたわね。ですよ。すごい。すごすぎる。さすが学者さん。アブラムマニアなので。いつの間に。もう僕はファブラムの、そう、脳を置換するなんて聞いたら、そうね、そうよね、確かに。いやだからびっくりしちゃったわよ。脳って出てきた瞬間に。そんなこと言ってる場合じゃなくて。そうよ。とりあえずロシを寝かせましょう。そうね。はい、ではあなたたちはロシを、ファブラムへと寝かせました。巨大なヘッドギアを付けさせて、かぶせました。はい。円筒状装置にこの脳を保管し、ここの脳がつまりあれよね、一度摘出されてるのよね。そういうことよね。脳ってことよな、うん、だからこの円筒状のロシちゃんを設置しましょう。誰がいる？取り付けるわ。くるみちゃんお願いします。え、お願い。ではロシを寝かせ、ヘッドギアをかぶせる。確かくるみでしたよね、この装置の頭部のところに丸いへこみがあるのを見つけていたのは。はい。そこに何を置きますか？何をはめますか？何をはめますか？デート？丸み？丸い？くぼみ？ルミさん、もしかして鍵とこれを、この円筒装置をどっちを入れるか迷ってたりしますか？
円筒状装置を設置するコネクターが存在し、ここに円筒状装置を、いやもう円筒状はもう設置してるわよね、うん、あすいません設置した、え、何を設置した、あ、ちょっと待って、あ、ごめんなさい、今設置してるのはヘッドギア、いや機体にロシュを寝かせてヘッドギアをかぶせて、ヘッドギアには何かをはめる用のくぼみがあるんですけど、ここに何をはめますか、あ、鍵、まあ、結構大きいですよ、え、てか円筒状の装置を設置するってか書いてるから、さっき持ってきた AI NC、 そうよね、あの、ロシュちゃんを、ロシュちゃんの今持ってきたやつをはめますか、はめるわ、はい、ではあなたが持ってきた NCAI ロシュのその円筒状の装置見れば、まあ感情にも見えなくもない、それはピタリとはまります、まるで本来はこの装置で使用するために作られたものであるかのように、起動のための複雑な手順もマニュアル通りにこなせば準備は整うでしょう、あとは起動スイッチを押せばこの缶の中に入っているものとロシの脳が、ロシの体の中に入っている脳の中に、頭の中に入っているものが入れ替わる、そのはずです、では誰が起動スイッチを押しますか、ちょっと、うん、いいんかな、うん、もしもこのの見てしまったから、あ、そっか、2人はあれか、2人っていうか3人はこれでほんまにいいかな、ね、何かをちょっと待ってくれる、わかりました、うん、でもこのままだとロシちゃんが死んじゃうわ、ガチ PL 会議、はい、どうぞ、ガチ PL 会議どうぞ、ガチ会議、あ、私ごめんなさい、ちょっと抜けないわ、くるみちゃんごめんね、でも PL だと思って喋ってる、俺が一番恐れてる、なん、あの、なんとなくお察しします、うん、うん、ありまして、なんか、うん、うん、そうじゃなきゃいいんやけどなって、私が考えてることとちょっと似てるかもしれないわ、もしかしたらね、うん、教えてもらってもいいですか、あれ、さかなクンは知ってるんじゃない、うん、見たんじゃないの、いや、見たんですが、あ、見た上でか、まあ、嫌な予感がするのはわかるんですが、うん、うん、まあ、見たにしちゃ減りが少ないなと思ったけど理解しない可能性も、うん、なんか笑われてたから、そうね、うん、なんかどうにもこうにもこれですら罠なんじゃないかって、うん、まあ、そういう、なんかそういらん先入観というかさ、うん、それを楽しんでる可能性はあるよ、それはでも、うん、まあ、私たちには理解できないものだわ、うん、あ、ごめんなさい、 PL だわこれごめんねPL なのよPL なのよ、はい、このままいやでも、あの、わかるんですよ、今キャラクターで喋りたくなるのはすごい分かって、あの、今喋ると野暮になりそうな感じはあるんですよね、その、うん、具体的にそう喋ると、うん、そうね、信じるしかないか、あ、私押したいんだけどダメ、うん、いいよ、あ、夏目かなと思ってた、いや、まあ、くるみちゃんもありどっちかかなって感じです、うわー不安だろうな、その押すの見てるのじゃあ私が押すっていう風な感じでこう手やるから、みんなちょっと手支えてくれないかしら、全員で押さない、みんなでそれダメなことをしてる気がしかしない確認なんですけども、それロシが暴れたらどうしようって悩んでますか、いや、もっと邪悪な感じですかね、多分、うん、
ちょっと、だそもそも本当はやっちゃいけない、え、まあそれはそうってことですよね。ですけど、そこにそこに残ってるのが本当にロシュなのかっていうだけ、気になってんのが、で考えるとカードキーのについてた赤い宝石、うん、あの赤いのが実は記憶媒体っていう、うん、そもそも今痴漢するものがあんのかっていう話で、それはまあ、まあ、鍵に残ってるんじゃないかなって、鍵を首に刺したままできないかな、首に刺し、うん、寝てるから無理かな、こう首に刺した状態でスイッチを押す、うん、でもそれだとまたその 今聞かれてることは、うん、このロシの頭の中に入っている何かしらと、この、あなたたちが持ってきた NCAI の缶詰の中に入っている何かしらを入れ替える、うんうん、そのスイッチを押すということでよろしいですねという確認、そう、選択肢は押すか押さないか、そう、うん、で今その入ってる何かしらっていうのはそのロシちゃんじゃなくてそのコキの方だと思うのよ、そうやな、そうだからそれそいつとそのロシちゃんを入れ替えることでロシちゃんがこの体に定着するのかなって思うんだけど、え、押すか、私は押したいわ。そもそも、うん、そもそも入れ替えてるって話も、うん、もう死ぬ前に押したいわ。ロシちゃんが死んじゃうかもしれない、今だと。押さなかったら。では、はいはい、押しますか。押します。はい。では、くるみが起動スイッチを押す。すると、静かなモーター音とともに装置は起動する。ほんの数分で処置は完了することだろう。ヘッドギアが自動で頭部から外れ元の位置まで戻ると、感情の機械がぐるりと回転し取り外すことができるようになる。くるみがその装置を取り外してみればその重さの変化に驚くかもしれない。明らかに処置を行う前よりも重量がある。この重みは金属のものだろうとわかる。少女の頭蓋の中にあったものがこの装置の中には入っているはずだが、一体彼女の頭の中には何が入っていたというのか。それはこの装置を解体する術がない以上はもはや調べることはできないだろう。さて、ロシュは手術台のような場所の上で寝ていますが、どうしますか。呼吸を聞きたいです。脈を、はい、脈は正常に戻っていることでしょう。ああよかった、はあ、声をかけて起こしてみます、うん、そうね、はい、ではあなたたちはロシュへと声をかける。するとん、あれここはロシュちゃん、彼女は目を覚ますことでしょう。ロシュちゃんよかった。あ、そのまた会えましたね。おかえりロシちゃん。スクルフ神話 TRPG 台風の目、これにてシナリオクリアになります。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、ではこれよりエンディングへと移行します。はいはい、おのおの、キャラクター的にどんなシーンで締めたいか、ちょっと休憩の時間取りますので考えておいてください。私はもう考えてるわ。あ、生きた心地がする。いやとりあえず NPC の状況だけさらりと説明します。はい、はい、ロシュは再び目を覚まし、その人格は、あなたたちが知る少女のままです。彼女はこれから、一人の少女として人生を歩むことになるでしょう。また、加志田教授も、一命を取り留め、まあ、数日後には退院することができるでしょうね。まあ、数日は多分入院することになりますけど、といった感じなので NPC 登場させたかったら呼んでくれればいきます。うわ、会いたい気がするけど会いたくない気はする。あ
そうね、後日談。うわ、後日談か。後日談も考えようかな。まあ別に直後でもいいですよ、うん、直後でもいいし後日でもいい。そうなんや、おのおのの PC がこの物語を締める締めのロールプレイをどのように締めたいかしたいですね。さかなクンとこと提携してカクテルじゃねえわ、なんかカクテル私よ朝の魚、うん、いいわね。くらみ、くらみちゃんも変ないと、ね、あとはまあ目を覚ましたロッシュはすぐに病院に行きたがって、まあ、目を覚ましたかした教授との再会を喜んだりはしてるでしょうね。そうね、おうおう、ロッシュ、あーでもこの後やるんですよね、多分ロッシュのその今後みたいな。シーンはまあ PC が望めば、まああんまり描写するのも野暮ってものでしょう。そうね、なるほど。そう、ロッシュ、ロッシュどこ行くんだろう。いやもう私のとこに住ませようかしら。そう、通りしか持ってなかったなんか連れて帰って。まあそれかカッシーちゃんじゃないの。カッシー、カッシー、まあまあ、僕はあのロッシュがそう言うなら止めはしない。あ、いいんだ、いいんだ。え、ほん、え、ほんと、え、ほんとにって感じで出るなよカッシー。いや、で、電子工学と天文学すごいんやから。まあいや、カッシーちゃんのとこっていいんじゃないの、うん、私はもう、うん、はい、大人になったら遊びに来なさいねって言うから、カシダロッシュになってると思いますね、うん、あらーわーあらー、いい、いや、いいわ、カシロッシュ、カシロッシュ、いや、カシダっていう名字に名乗るってことよね、ロッシュちゃんは。そうですね、まあ、多分養子に取るみたいな感じになると思うんですね。金はあるからね、金はあるから、金はあるから、はい、じゃあちょっと休憩挟んでその間にエンディングやりたいことをおのおの考えておいてください。はい、はい、はい、もちろんこれ以上人が死ぬことはありません。よかった、後日談で死ぬか。やめろ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 、もう自分飛び降りれるって信じてるかもしれない。やりたいことが2つある。あら、うちの店にも来てほしいわね、あのみんなと合流した。そうなのよ、そう、直後とみんなと、あとその後日談をやりたいのよね。3つある。私みんなによって臨機応変にしますわ、うん、多分変わらんから私は。いやマジみんなと合流してよかった。いや本当よ。まさかの、しかも最後読み切れるんだっていう。あ、やばかったあれ。いや、よかった。いや、あそこで やっとのけんのすごいわ、うん、そう、なんかさ、読むって言ってくれたから多分最後あれ読めたでしょ。あーかもな、うん、じゃなかったら多分最後どうする、これとりあえずやっとく、いやどうするみたいな。そうだって、やり方結局わからない状態ってなってたから。うーん、いや強制もせんでよかったな、うんうん、あー、そうね、うん、そう、私たちは止めないわって。そう、4-1 で分かれても進めるからな、うん、皆さん気になってると思いますし、これを貼ってあげましょう。お、はい、なんだ、私が見てたスケジュール帳です、どうぞ。おスケジュール帳、スケジュール帳。ちなみに、あ、でもエンディングやった後見よう、このハテナハテナハテナ。そうね、確かに、あれ違うよ。うわあ、危ない、ギリギリ、危ねえ。いや、まあ、やっぱ時間なかったわよ、本当に。やっぱ時間なかったんだ。そうね、そうよ、今日中って言ってたもの。そうだわよ。え、ギリギリ、もう30分しかなかったんだけど。ギリです、本当に。あ、読むのやめてよかった。だから台本みたいマジで台本みたいなこと言ってるよ。本当に、なんかやばかった。このギリギリでやんのがシナリオやろうみたいな感じ。いつのところやばかった。危なかった。25日の朝にゲームセンター行ったのがちょっとね。あ、やっと耐えた感じですか。あの、あ、まあでもこれエンディングの後聞こう。はい、まあネタバラシはエンディング終わってからやります。そうね、まだまだ気になることいろいろあるだろう、あると思うので。ありすぎる、ありすぎる。では、うん、エンディングやりたいこと決まった人いますか。はい、あたもキヨさんからやるのがいいような気がするんですけど。あらねーねー、僕最後になんなら私は番でも大丈夫です、はい。そうですね、まあ多分これ時系列順にやるのがいいと思うので、う
私は直後やりたいんだ。全員なんか情報欄ぐらいにどれぐらいの時系列のシーンをやりたいかを書いてもらってもいいですかね。情報欄。ああ、じゃあ俺フィオスの次ぐらいがいいな、時系列的に、うん、マジすぐやから。まあ全員書いちゃってください。情報欄に。情報欄。あ、情報欄か。間違ってもう通じますか。通じますよ。情報欄。あ、こっちか。資料。台風がなくなると同時に通じるようになりました。おお。2個やりたい。ダメよね。2個やりたい。まあいいけど。いいよ。もう2個ある。いいよ。もうやりたいだけやれ。気持ちよく終わろうぜ。しよっかな。と、全員で揃いました？はい。エンディング直後が3人いるんですけど、どれぐらいがいいですか？僕、エンディング直後一番最後で OK です。一番最後で、ね。真ん中で。じゃあ最初行くかしらね。じゃあちょっと待ってね。今並び替えるんで、一番最初がくるみちゃんね。はい。で二番目が夏目くん。三番目が渡辺。であとは後日組だよね。椿とさかなくんはどっちがいいですか？後日って何日後とかある？そんなになんか一週間後とか一ヶ月後とか。数日とかでいいかなと思った。花くんは？花くんは1月14がいい？か。その年の1月14？そう。あ、そ。次の？すぐ次の。1ヶ月後ぐらい。1ヶ月後ぐらい。うんうん。そうですね。まあ2週間後じゃないのかしら。あ、そうそう。あと後日がいいって言ってるのは、渡辺さんの2回目も後日いつでもだけど、はい。どっちがいいですか？魚くんより後がいいか先がいいか。先でじゃあ。OK。渡辺2回目。であと、1年後のクリスマスやって。で、最後に5年後のくるみちゃんのシーンをやると。よし、はい、これでいいな。はい、じゃあ、こういう順番でエンディングやりたいと思います。はい。はい、じゃあくるみちゃんから、はい、直後ですね、どういうシーンがいいですか？直後、まあみんなでね、とりあえず一息つきましょうってことで喫茶店に戻るんだけども、うん、ちょっと私あるね、ちょっと椿ちゃんちょっとキッチン借りたいから、ちょっと私振る舞いたいものがあるのって言って、みんな座ってって片付けてるから、ありがとう、みんな座っててねって言って、いつもみんなが座ってる指定席をこう誘導します、指定席に、うん、あ、そうですね、なんかお昼も食べずにずっと動いてたからお腹空いちゃいましたね。え、私のとっておきの料理振る舞ってあげるわ、うん、楽しみです、またご飯が食べれるのって嬉しいですねって言いながら、みんなあの椅子に座ってもらうんですが、うん、おのおののいつも座ってた椅子の部分にプレゼントが置いてあります。一人一人に。まさか、くるみちゃんこれ何？くるみサンタからのメリークリスマスよって言ってサンタコスして出てきます。そう、ちょっとね、あの日付超えちゃったからクリスマス終わっちゃったんだけど、ちょっとみんなにバレないようにこっそり置いてたのよ。なんかこのプレゼントちょっと匂うんやけど、いや、まあまあまあ、ちょっとちょっと待って、もしかして、まずこれね、ダンちゃんにはペアグラスよ、お嫁さんと仲良くね、あ、よかった、私メリークリスマスなわけないじゃない、もう奥さんいるんでしょ、あ、マジで。で、夏目ちゃんにはこれね、みかんの書類クリップよ。クリップ。そうよ、だって探偵だったらいろいろ書類まとめるの必要でしょ。まあ確かに。そう、ありがとう。だってオムライスにみかん入れるほどみかん好きなんだったらいいかなと思って。まあみかんは好きやけど、まあまあいいわ。でこっそり耳打ちするわ。男は紳士でいなきゃダメよ。ちょっと苦笑いしたき。はい、じゃあうおちゃんね。で、ウオちゃんにはこれ、アクアドームよ。うわぁ、
美味しそう。あ、かわいいね。あの、うおちゃんが、うおちゃんが育ててる魚がね、やっぱ一番だなと思って、私がいつもお裾分けしてもらってるお魚さんたちが入ってるやつ選んだのよ。本当だ、マージとマダイと、あ、いっぱいいる、ありがとう。メリークリスマス。かわいい。かわいい。で、これ、つばきちゃんね。あ、なに？つばきちゃんには、これ。もうヘアゴムもツバキでしょ。だからツバキのヘアピンをあげるわ。うん、かわいい。さすがくるみちゃんね。ありがとう。大事にするわ。あともう一個。これはまあお店に置いてもらおうと思って買ってきたの。かわいい馬の置物よ。馬？そう。このおもちゃなんだか手間みたいじゃない？あ。ありがとうくるみちゃん、大事にするって言ってちゃっかりあのカウンターの自分がよく見るレジの横にちょんと置きます。でワク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 、ロシちゃん。はい、ロシです。ロシちゃんにはね、ワクワク、なんとじゃじゃーん、これはロシちゃんが前言ってた魔法少女になりたいって言ってたわよね。言ってました。魔法少女のステッキよ。あ、すごいです。本物ですか？そうよ、これ結構高かったのよ。じゃあボタン押すとめっちゃキラキラする。そうよ。ボタン押すとシュワシュワシュワキラ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 みたいな。これでロシちゃんも立派な魔法少女ね。え、本当ですか？嬉しいです。これがあれば私もみんなの夢叶えられますかね。もうなんか叶ったみたいなもんね。え、本当ですか？魔法少女すごいですね。いやー、すごいわ。じゃ鼻水出てるわよ。ごめんなさいね。チーン。あ、あとほら、あとこれね、みんなに草屋あるからみんなもらっててね、これね。はい、どん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 。やっぱそれかい。なんか匂いなと思ったら、ありがとうございます。いや、匂いの割にちゃんと美味しいから大丈夫よ。そうですよ、僕の可愛い息子たちを食べてください。息子たち、ちょっと気分悪いけど。さかなクン、息子はちょっと思ってたけど、ちょっとサイコパス。さっきもアクアドーム美味しそうって言ってたし、ね。間違えました。じゃあほら、これこれね、飲み物とかも用意したからちょっと遅くなっちゃったけど、みんなでクリスマスパーティーしましょうか。じゃあ早速飲み物用意しとくわね。ありがとう。メリークリスマス。メリークリスマス。カツンカツンカツン。以上です、はい、ありがとうございます。そんな感じで26日の朝が始まることでしょう。はい、わ、なんか全員徹夜ですね。全員がこうグラス掲げたところがこうアップで映って、うん、こうなんかこう、あの、はい、あのなんだろう、白黒になるんでしょ。そうそうそう。カシャンパシャ、白黒入り口だ。はーい、では次。はい、夏目くん、どういうシーンがいいですか？背景として、まあ、NPC として PC の指定があれば聞きますよ。なんですが、まず行く箇所が2つありまして、うん、なるほど。まず最初にあの病院の、貸し田のところに行こうかと。はい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 、はい、で病院ですね。一通り話した後に、うん、喫茶店にと寄るんで、PC は1人だけでいいですか？は、はい、喫茶店はまあみんないても全然、うん、いいんで、あ、おらんタイミングでいいです。あの、泣きさんだけでいいです。はいはいはい、はい、まあ徹夜明けのテンションでパーティー騒いでみんな多分寝落ちしてるだろうな。あ、それも全然寝落ち、寝てもらってても全然寝落ちしてますよきっと。いいんで。じゃあちょっと、カシダが会いに来るって感じですかね、はい、いる病室まで、うん、カシはいますね、病室。カシ、カシダさん、うん、今大丈夫ですか？ああ、えっと夏目です。ああ夏目くん、うん、そうだね、なんとなくの顛末は聞いたけれど。あ、そうですか。ありがとう、ロシを助けてくれて。いえいえ、それもすべて柏さんが
教えてくれなかったら僕たちもできなかったこともあるので、うん、それにはい、僕たちもロッシュを助けたかったので、うん、ああそうだね、そこら辺の話も聞きたいと思ってたところだ。あの子が何がどうなったかはわからないが、君たちと一緒に行動していたんだろ。その時の話をぜひとも聞いてみたいと思っていてね。と言って、まあそのロシとの出会いからここまでの流れを語りつつ、うんうん、ちょっとまあ頭にこの鍵と、うん、腰に装着してた KECS 装置、はいはい、で、うん、ちょっと NCAI ロシを全て託そうかなと。うん、あの円筒状の AI の入れ替えた、はい、うん、あれを託しておこうと思って、うん、まあ、なんか、その中にはもうロシはいないのだろ、うん、であれば僕には必要がないよ、まあ、そうです、あ、そうですか、うん、まあ、APC の呼吸を渡されても困るしね。まあそれもそうですね、うん、それは君の方で適切に処分しておきなよ。海の底に沈めるでもいいよ。あ、じゃあちょっと僕もね、あのニートンにはね、ちょっとね、僕も腹に正解にいるところがちょっとあるからね。わかりました。ではこちらは私が責任を持って処分させていただきます。、うん、まあ軽い会話を終えてちょっと喫茶店に、うん、では、うん、足を向けます。はい、では喫茶店に行くと、夏希だけがいるのがいいんでしたっけ。まあみんなはどんちゃんの後寝てても全然問題ないです。はい、じゃあ辺りで獅子類類な状況です。みんな昨日は楽しそうだったね。とりあえず片付けしなきゃ。そうですね、じゃあこの片付け僕も手伝いますよ。あ、夏目さんありがとう。と言って、まあ片付けが一通り終わった後に、うん、ちょっとまあ自分が持っててもっていうのもあるんで、謎の組織、いやニートン化学工業からいただいた前金の、1000万引く1万円999万をちょっと泣きさんに渡そうかなと。おあな、ま、こんなの受け取れませんよ。どうして。ああ、まあ1万円自体は抜かれてしまってるんですが、どこそのバカに手の早い部下に抜かれてしまったんですが、まあ今回の件に関してはまあいろいろと、まあ、ロシのことであったり本当に依頼だったのかっていうのも若干怪しいところもあるので、自分が受け取るのもおかしいのかなと思って、ぜひ、まあ、店の改築やらいろいろ費用に使っていただけたらなと思ったので、ぜひ、まあ、受け取ってもらったら。うん、わかりました。じゃあこちらの資金は皆さんが今度また来た時に盛大にお祝いなんかできるようにちゃっかり取っておきますね。そうですね、また来年ぐらいにまたクリスマスパーティーとか。ちょっと多すぎますけどね。できるといいですね。お待ちしてます。あとまたここに来ることがあったら、あの時おっしゃってた息子も連れてまたここに来ようと思いますので。あ、本当ですか。はい、楽しみにしてますね。ではまたお会いしましょう。はい、また待ってますって感じですね。花でも咲かせればいいんですか。みんなが起きればいい、さっそうと帰っちゃうんだね。はい、帰ります。まあそのくらいがちょうどいいわね。いいですね。いや、こっそり聞いてた、聞いててにっこりしてたいな。実はね、そう、私は聞いてるわよ多分。いや、それこそなんか全員聞いてそうな勢いよな。おきれねーみたいな。この感じどうしよう。ニコニヤ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 。はい、じゃあですね、そのお金なんですけど、いや、見た目どう見ても普通のお金なんですけど、あ、怪しいって言ってた。 ATM とかレジとかの機械を通すとエラーで弾かれますね。そうよね。あ、やっぱそうなんや。で、ゴリタ赤切氏を中心に偽札が見つけるっていう、やべやべやべ、ゲートに決まりが起きるんですけど、だろうな。
いや使ってないで置いてあるんで。私ほら ATM とか銀行とかそういう系通さなきゃ大丈夫だから。まあレジとか機械通すとエラー測れますね。うんうん、それ以外で使えば。偽札なんだよな。怒られるわ。犯罪だわ。まあ後日それを聞きつけた夏目は海に捨てます。夏目さんに連絡しといて。弾かれるんだけどって。すみませんって言いながら。後日もう明日ぐらいに。さよならした時。偽物なんだろうなって今。すごい勢いで関西から帰ってくるじゃん。まあこれぐらいのドジ臭さがちょっとあっても幸運55なんでね。やっぱこういうとこついてないなみたいな。はい、かっこいいことしたつもりがっていう。そう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 。では次渡辺さんですね。はい。じゃあ僕もカッシーに。はいはいはい。カッシー人気だな。病院でいいですか。後日ってまた病院まだ退院してないぐらいがいい。あじゃあ先にちょっとやりたいこと。はいはいはい。じゃあちょっと携帯を取り出して嫁に連絡します。はいはい、はいはい、できますね。めっちゃ心配されます。はい。もしいやちょっとそんな ごめんなさいってごめんなさいです。はい、すいませんでした。はい、いや本当違うんですよ。ちゃんと連絡いやあ切れてもうたかな。じゃない、ちょっと別のとこに電話するか。ピポパポピット。あどこですか。あこれからわかります。はい。あお疲れ様です。どうもどうも、ご無沙汰してます。いやーちょっとなんかほんと名乗しがたいようなことにちょっと遭遇しまいまして、いやー本当に世の中ってどういうことが起こるかわかんないもんっすね。まさか自分がこういう目に遭ってしまうとは。まあで今回電話したのはちょっと嫁が。ありがとうございます。やっぱ頼りになりますね。いやまあ言うといてください。あんたのあんたの娘みたいなもんだって言っていましたもんね。はいはい、じゃあまた戻りますよ。また戻ってきますので、はい、お願いします。おじきと言って電話を切ります。いやはいはい。でで、うん、ライターを取り出して、うん、偽札に火をつけてタバコを一服吸います。聞いた。そのお面のまま。いやちゃんと外してから、うん、やっぱ仕事終わりの一服はうまいもんなんだな。病院で吸ってます今。いや病院じゃないです。病院じゃないです。違う違う、ちゃんと別のところで。来るまでの場所かな。ああ、うん、そうですね。でごめんなさい、柏さんのところにも行っていいですか。はい、はい、どうぞ。はい、じゃあ、うん、病室ゴーンって開けて、カッシー、おおカッシー大丈夫か、みんな来たで。おおよい、圧がすごい、圧が。いやカッシーほんま君が無事でよかったよ。これお土産、ゲームボーイアドバンス、これでさ一緒にさ、君なんかレトロゲーム好きや言うたからさ、よかったらないけれども、これで遊ばへん。病院生活どうせ暇やろ。まあそうだな。まあアドバンスならあれだな。ユッシーの万有引力とかいいよな。あれアドバンスじゃないとできないからな。ああ、そっか。よしよしよし。今度持ってくるわ。でも今マリカーしか持ってきてないから。ああ、マリカーもいいよな。ああ。いや、こうやって君とさ、ちゃんとじっくり話すことができるのを楽しみにしてたんだよ。あ、そうなのか。なんか、いや、僕的にはあの地下施設が初対面だったから、なんでそんな親近感抱かれてるのか本当にわからないってところなんだが。いや、またまた、同じ研究分野を研究してる仲間やないかよ。ああ、なんかそんな話もしていたな。そうだよ、僕らファビタブルゾーンについて研究してるんだからよ。ねえ、
カシダくん、カシダ、カッシー、仲良くしてくれよ。おお、なんかカッシーニみたいな言われ方しないでくれね。いやまあ私もカッシーニは好きだけど。いいね、スペースジョーク。何誰？いや。まあこれからもよろしくお願いできないかな、カシダくん。おお、え何え何え僕え僕今何をお願いされてるの？いや仲良くしてくれって頼むよ。まあそれはこちらからも頼もうかな。よし、じゃあ遊ぶか。ああまあそうだな、あまり騒ぎすぎないようにな。ほらあの看護師めっちゃこっちに見てるから、なんか知らないけど僕の方に並んでる気がするから。大丈夫大丈夫、わしそんなに声大きくないから。よし、じゃあやろうぜ。これケーブルつないでよ。おてめえ赤コーラ当てやがったんちくしょう。っていう感じで、はい、満足です。はい、はい、お前な陰キャにからも陽キャですね。わ、看護師につまみ出されたやろうな。ちょっとやだ、もっとマリカやりたいって。まだカッシーに勝ってないんだって。まだ遊び足りない。はいはい、じゃあその時つまみ出されて残されていったゲームボーイアドバンス2つとマリカ2つはきっとルッシュとカッシーが遊ぶのに使われることでしょう。うわー、遊べ遊べ。なんかよくわかんないけど、あの名前も知らないあの変な頭のかぶってる人が置いてたんだよみたいな。名前覚えられてない。覚えるの苦手なんだろうな名前。渡辺さんですねみたいなやり取りをしてることでしょう。ああ、名乗ったっけ、またそも。なってるなってる。名乗ったっけ、多分覚えられてないね。なあねえな、これ覚えてもらうまで行くしかねえな。そうね。はい、ではお次は椿さんですね。はーい、喫茶店で喫茶店で、もう午後の夕方くらいの感じで、ちょうど夕方あります。おお、すごいわ、めちゃくちゃいいやつ。いい夕方。登場人物はとりあえず一人でさせていただいて、カウンターで今日の店じまいの後片付けをしている感じですね。もうほとんど独り言で終わろうかなと思ってます。なんかみんながいないとすごい寂しいなと言いながらちょっと片付けをして、でみんなとのこう顔を思い出しながら思い出を一つ一つこう噛みしめて、あれ拭いたグラスを一個ずつ置いていくとこうグラスに反射してみんなの顔が言いながらすごい感傷にしちゃってて、と最後にグラスにこう夏目さんが今度子供を連れてくるって言ったことを思い出して、自分の息子のことを思い出します。あ、と同時にくるみちゃんからもらった馬の小さなこう雑貨品を見て、独り言をちょっと言っています。ねえテーマさん、私これから新しい恋とかしてみてもいいかしら。それと同時に扉のカランカランという音がして、その日は終わります。以上です。あ、黒いシルエットが入ってくるんだろう、夕日がバックで誰かわからない黒いシルエットが入ってくるんだろうな。そうです、それは姿で。いや誰かわかんない、もうみんなわかんないよ、もしかしたら、ね、カッシーかもしれない、くるみちゃんかもしれない、長髪のガタイの男かもしれない。そうよ、男女よ。ちょっと井田さんが、あ俺かもしれんと思っていただければ。いや、ここは自意識過剰に行こう。いや、ちょっとキュンキュンしたな、今。私はどこぞの馬の骨よって思ってると思うわ、多分。ずっと馬見ながら。そう。では、渡辺2回目ですね。
あ、ごめんなさい、僕よくよく考えたらさっきのでもうなんか終わっちゃったんで、はい、オッケー。じゃあ次さかなクンですね。はい、じゃあちょっとこの喫茶店と、はい、たばきさんと、うん、あとくるみちゃん、あらと、あとロスちゃんをお借りして、アシはアシまあ、3日4日ぐらいしたら退院しますよ、うん、おどういうシーンかわかんないのでわかんないんですけど、どっちでもいいですよ。いらなかったらいらないで。どうだった誕生日、あ、いい、あ、でも2人分多分このメンバーでまだ、あ、いや違うな、2週間経ってんのか、まあなんか用事あるとかで大丈夫です、カッシーは。了解です。じゃあカッシーはそうですね、無断でか、あの大学休んだことで今怒られてます。ああ、いいですね。じゃあ魚を持って店内に入ってきます。魚を持って店内に入ってきます。じゃあ私はもう中にいればいいの。ああ、みんな店内に、はい、分かった、みんな店内で自由にしてもらって、うん、魚くんさんと魚さんがいます。魚くん、あ、もう入ってきたのね。あ、入ってきた。もうキャッキャって女子会してるわ。じゃあキャッキャ、そう、女子会してるとこに、あ、あら、魚くん、おはよう。あ、おはようございます。あら、おーちゃんじゃない。お待たせしました。あら、お魚頼んでたやつかしら。はい、ちょっと あと2箱持ってくるので。わー、ありがとう。ちょっとね、お店で朝ごはんにね、焼き魚でも出そうかなと思って。いや、いいわよね。私もね、いっぱい頼んでたから、私の分もじゃあ持ってきてくれてんのね、おーちゃんね。あ、って言って、発泡白いのやつをくるみちゃんの分も持ってきて、うん、でもう一箱をこれで、うん、みんなでね、今日のロシちゃんの 魚パーティーしましょう。あら、いいじゃない。じゃあいろんなお魚料理作っちゃおうかな。そうね、私もいっぱいレパートリーあるわよ。はい、じゃあロシは首をかしげて、とパーティー、何のパーティーですか。え、まあ、何でもいいのよ、こういう時は。そうよ、そうよ。もうできてからのお楽しみってことよ。そうそうそう。あ、そう、お魚がいっぱいあるから、うん、あ、ただ残念だけど、草屋はちょっと時間かかるから作れないのよ、ごめんね。あ、でも、あの、出来合いのちょっとカクテル3人分ぐらい。そうね、じゃあ私たちはそう、草屋カクテルでいいのかしら。あと1つの、ん、なんだっけ、ノンアルのね。そうね。そうそうそう。え、ノンアルの草屋ドリンクでいいの。あ、じゃあそこはあの草屋ドリンクじゃなくて、あ、普通のジュース。りょっちゃんが、え、あの飲みたいやつ。お店がちょっと匂いが変わっちゃうな。あら、なんで。じゃあうちの店に来ればいいじゃないね。あ、そうですね、新宿。そう、大丈夫よ、お店行った時にしますか。この前カッシーちゃんがくれるって言ってたじゃない、お金、大丈夫よ。じゃあまたその日、それは改めてやりましょう。そうね、じゃあ、そうですね、じゃあロシちゃんちょっと待っててねって言って、じゃ あ、はい、椿ちゃんと、ウオちゃんと3人で料理するか、飯作ります。行きましょう。で、刺身とか寿司とか、うん、なんか焼いてるやつとかいろいろいっぱい出して、うん、みんなで食べます。あ、なんか寿司ケーキ的なの。そうね、寿司ケーキ作りましょう。あ、こうケーキ見立てるのね。そう、あの、あ、そう、ご飯で周りこう固めてケーキっぽくして、じゃあ可愛いのができました。はい、で、ハッピーバースデーって。どうぞ。よっしゃ、すごい綺麗ですね。ハッピーバースデー、誕生日おめでとう。ええって、じゃあロシアは目がパチクリしてますね。誕生日、あ、そうですね、私誕生日ってお祝いされたの初めてです。これウオちゃんが提案してくれたのよ。あ、そうなんですか。
初めての誕生日記念ね。ヨシケーキ知ってる？いえ、初めて見ました。じゃあもう食べよう。はい、いただきます。それといただきます。ありがとうございます。どういたしまして。どういたしまして。めっちゃめっちゃ照れてます。はい、やだ、かわいいわね、おばちゃん。よしはニコニコしてますね。あ、癒しだ。いろんな調味料持ってこようかな、じゃあ。あ、まあそうですね、そんな感じで緩やかに。初めての誕生日、寿司ケーキ。まあいいじゃない。らしすぎる。いいね。武士なら多分喜ぶ、大喜びすると思う。かわいい。知らないっぽかったからそれもなんすか。 いや、ここはね、わからない方がエモいかなと思って。エモい、エモい。いやエモいですね。なんでも知ってそうだからこそ。こんな感じで穏やかに過ごしたって感じです。はい、はい、ではそれから1年ほど月日が経ちまして、クリスマスでしたっけ。はい、クリスマスをまた、まあ、ちょっと鬼止めみたいになっちゃうんですけど、はい、うん、できれば、うん、皆さん自分の大事な人を連れてきてくれると嬉しいです。NPC めっちゃ埋めるけど。では、ではキーパーは BGM を変えます。よいしょ。やー、おー、何、あ、あ、いっぱい来てほしい、いっぱい。じゃあちょっと椿カウンターにさせてもらって、でもなんかそうだな、くるみちゃん誰か連れてくる？私は連れてこないわ。じゃあくるみちゃんはもう先に行って手伝ってくれてる感じで、そう、ね、で他のみんな好きなタイミングで来てもらって。じゃあロッシュがカッシーの手を引いて入店しますね。はい、忙しい忙しい。いや大変ね、大人数だもんね今日ね。ね、もう準備が。来ましたよ。あら、いらっしゃい。カシタさんもいらっしゃい。その辺あの好きなとこ座ってね。あ、どうぞどうぞこっちよ。ロシは分かるが僕まで本当にいいのか、僕別になんかそんな。いいに決まってるじゃん、ほらつべこべまず座るな。もうなんだかんだ言いながらコーヒー飲みに来てくださるじゃないですか。あ、まあ、まあ迷惑かけたしだ、ちょっとぐらいは売り上げに貢献しようかと。あと僕の職場目の前だし。そうよね。いつでも来てくださいね。あ、また来るよ。いや、カシちゃん元気になってよかったわねって言ってバシ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 。あら、いた、いた、あ、まだいた、あら、あ、さあ、あら、ごめんなさい、ごめんなさいね。はいはい。椿さんとくるみさんはお料理してるんですか？そうよ、これから準備してるの。じゃあ私もお手伝いします。今ちょっと勉強してて。あら、嬉しいわね。じゃあこのいちご切ってもらっていいかしら。わかりました。あ、教授はそこに座っててくださいね。あ、うん、わかったよって言って、じゃあ教授はカウンターの一番隅っこの席に一人ちょぽつんと座ってます。女3人に囲まれて嬉しいわね、かしちゃん。あ、いや、僕のことはどうぞ気にせず空気だとでも思ってもらえば。誰か早く来てあげて。あら、うおちゃん来たわね。お待たせしました。あら、1人もあ、はい、もう2箱ちょっと後からまた持ってくる。あ、これお願い。大切、あ、オッケーよ。はいはい。大切な人って魚だったのね。人じゃないわね。まあでもこれ料理に使えるんじゃないかしら。って言いながらキッチンの方に持っていきます。で、もう箱を持ってまたあのくるみちゃんと一緒にキッチンに入ります。キッチンがギチギチ。そう、いや言われてた草屋もちゃんと持ってきたからね。やった。あの忘れれば言うのなんかタイミング逃してたけど、僕もあのチキン買ってきたから、あのやるじゃないかしちゃん。いたいやごめん忘れて、ありがとう、頂戴いたしますねって言ってさらにペペペって盛り始めます。はい、そんなところでやってくるのはカランコロン。あ、ダンちゃん来たわね。いやー、お待たせしました。嫁がなかなか。あ、いや、嫁この前ようやく
産んでくれて。あらー、あーこれ息子です。あらー、かわいい赤ちゃん。こんにちは。お名前なんて言うの？いや連れてきてないですね、写真だけ。写真、あ連れてきてないのか。来れなかったのね。あでも、はい、ありがとう。生まれた直後ですから。おめでとう。おめでとう。いやありがとうございます。かわいいわねこの子。ありがとうございます。いやようやく生まれてくれて、で結構そのな長引いたんで、一緒にもうちょっといてよって言ってくれ言われたんですけども、ちょっとって言って。あら悪いことしちゃったわね。まあでも嫁も仕方ないっていう風に納得はしてくれたんで最後は。あまあでもね、そうちゃんとすぐ戻ってあげるのよ。もちろんもちろん。研究にばっかり没頭しちゃって。お土産も用意しますからね。いやー ありがとうございます。あ草屋以外で大丈夫です。いや草屋もちゃんとあるから大丈夫よ。あー、あ頭先生どうもどうも。ああどうも。そういえば夏目さん遅いですね。そうね、確かに。何をしてるんでしょうな。 LINE してみようかしらね。ポチ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 。なんか偽札が流行ってるな。カランコロンカランコロン。やだ来たじゃない。カランコロン、お待たせしました。すいません。夏目さん新幹線乗り間違えちゃって。それ大事件じゃない。大変でしたね。すいません、遅れましたが。大変でしたね、まさか。はい、息子とたこ焼きを連れてやってきました。たこ焼き、たこ焼き、たこ焼きも生きてるみたいなこと言うのね。はい、大阪から連れてきました。じゃあ冷めてそうだねこれね。息子さん、あ、はい、よろしくお願いします。夏目と言います。あ、お名前なんていうの？名前はまだない。あの漱石、漱石って言います。ジョーク。漱石。あだ、夏目ちゃんに似て可愛いわね。将来大物になりそうですね。まあ血はつながってないんですけど。あらそうなの？夏目漱石なんですね。はい。ちっちゃい夏目さんですねって。じゃあロシュがしゃがんで頭ポンポンしてます。あのでも一応18ぐらい。あら、あでかいわ。ロシュよりかは全然ある。思ったよりでかかった。すごいあれだと思う、丁寧だと思うね。でも確かに、ね、育った環境がね。ロシュよりじゃあ身長低いことにしてみましょう。ロシュ結構ちっちゃいぞ。何センチかしらね。まあまあいいか。まあ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 、じゃあじゃあいいんじゃないか。よしと同じぐらいで。うんうんうん。あら、漱石くん、はじめまして、つばきです。はじめまして、つばきさん。つばきさんのことはあのお父さんからよく聞いてます。あら。おや？え、おや？おい。漱石ちょっとちょっと外行くぞ。あら、いやもう出れなくていいじゃないもう。外に行きました。行くのね。行くのね。いや寝てれちゃってもう。つばきちゃん、お前そんなこと言っちゃダメだろ。なんかつばきちゃん顔真っ赤よ。入ってきてすぐ出て行ったけど、どんかしたのかな。ああ、おかえりなさい。皆さん、わざわざご足労ありがとうございます。せっかくなんでね、こんなご縁があったんで、あの私も一人寂しいクリスマスはちょっと嫌だなと思って、皆さんに来てもらったんですけど、ぜひ。このグラスを持って乾杯をしませんか？そうね。そうですね。みんなグラス持って持って。では失礼して。メリークリスマス。メリークリスマス。カツン。そうですね。あの一回目のスティールよりもコップの数が倍に増えてる。わあ。いい数が増えてる。っていう感じで、はい、ちびちゃおうかな。最後にちょっとだけシーンもらってもいいですか？あ、どうぞどうぞ、お願いします。では、縁も竹縄になった時に、ロシュが口を開きます。あ、そうでした。まあ初めての方もいますし、私も自己紹介をさせてもらいますね。皆さんにも改めて自己紹介したいですから。私の名前は柏ロシュ。とっても美しい星、土星の空から来ました。
といったところでシーンを締めたいと思います。いや、どこから来たか言えなかったからよ今まで。そうね、いや確かにいいわ、いい締め、いいな。はい、では最後ですね。はい、どういう感じのシーンがいいですか？新宿？新宿ね、みんなを呼ぶわ。みんな呼ぶの？呼ぶの。今度は新宿に呼び出すのか。まあ、でもそうね、まあロシちゃんかしらね。ロシちゃんはいてほしいけど、もちろん、うん、まあ一応みんなに招待を送ってるから来ても来なくてもいいわ。あー、じゃあみんなに招待を送ってるけど一番最初にロシが来て2人だけでちょっと話すのはどうですか？いいですね。あじゃあまあ繁華街でいいかな。はい、じゃあ一旦他の人ははけてもらって、はい、じゃあどんな感じで演出しますか？どうぞ。じゃあちょっと新宿2丁目ちょっと分かんないと思うし怖いと思うから、うん、ちょっと分かりやすいところででかいお姉が立ってます、うん、でロシちゃんちょっと来てもらっていいですか？はい、分かりました。ではあなたが目印として立ってますと、ね、あ、くるみちゃんさんって感じで、じゃあロシが手を振りながら近づいてくることでしょう。あ、ロシちゃん無事に来れたのね、よかったー。お久しぶりですね。お久しぶり、大きくなったわね。まあでも、そうですか、身長そんなに伸びてないわね。伸びてないんですけどね。そうね、でもなんか、なんだろう、女性になったって感じするわ。そうですね、私も成人を迎えましたから。そうよね、今日お誕生日だもんね。じゃあ、はい、私のお店行きましょう。わ、うん、かりました。どこですか、どこら辺ですかね。ね、こっちの奥行ったところの、うんうん、はいはい、あ、ほらこのド派手なお店よ。あ、すごいですね、ネオンがピカピカしてます。そう、でもね、入ったら綺麗だから見てみて。うん、じゃあ中に入りますかね。はい、入るとあの、うん、星座をモチーフにしてるお店なので、すごい星空が綺麗な感じの、わあ、ピンポイントな。あ、綺麗ですね。あの星座でこの星座でって感じで、いや、やっぱりロシちゃんは、ね、星のようにキラキラさせながら見回ってますね。ロシちゃんやっぱり詳しいわね。うん、やっぱり星は好きですから。うん、教授も星好きですからね。そうよね。今日カッシーちゃん来れないの？うん、来てると思いますけど、なんか途中で人に酔ったとか言って。あ、そうよね、新宿人いっぱいだもんね。うん、まあ、ちょっと休憩してるらしいので後でまた迎えに行こうかなって思います。そうね、後で一緒に行きましょう。じゃあって言いながらちょっとカクテル作りますね。カショ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 。じゃあそうですね、席に座って、まあ、楽しそうに見てるでしょうね。うんうん、で、まずね、ロシちゃんのところに、うん、あのくるみちゃん特製のあの星空をモチーフにした、うん、あれですね、土星をモチーフにしたカクテルを出させていただきますね。あ、うん、あ、これさ、これは、ロシちゃん、そのあなたが来た土星をモチーフにして作ったカクテルなの。ちょっとみんなが来る前に先に私と二人で乾杯しない？いいですね、とっても綺麗です。でも飲むのがもったいないかも。大丈夫よ、何回でも作れるわよ。そうですね、じゃあまた後でもう一度お願いしますね。分かったわ。いや違うかな。これからもずっと何回でもお願いしますね。もちろんよ、私が死ぬまで作り続けてみせるわよ。ではロシもグラスを手に、あなたの方へ掲げますかね。はい、ロシちゃん、成人おめでとう、乾杯。くるみちゃんも私と出会ってくれてありがとう、乾杯。カンカツン。こうグラスとグラスがカツンだったら小さい星がピョーンって飛ぶようなこの、うん、演出ね、いいね。さあ来る人はいるかい？来る人いるのかな。じゃあ行きましょうか。あ、行きましょうか。はい、カランカラン、カランカランカラン、あら、みんなよくはるばる来てくれたわね。あ、どうもどうも、お久しぶりです。あら、カッシーちゃんも来れたのね。
じゃあちょっと人をちょっと渡辺君に引っ張ってきてもらわないと来れなかったんだけど。まあ、かし情けないぜ、あんな感じで人だかりで酔うなんてよ。いや星は多いほど綺麗だけど人は多いほどうざいだろう。またまたそういうこと言っちゃってかし、ほらでもこのお店見ればこう気分も晴れるんじゃない。ああまあほら見ろよカッシー、いろんな星がたくさんいるぜ。まあいるという言い方はどうかと思うが、まあ確かにセンスはいいんじゃないか。あ、椿ちゃんどうしたの。なんだか久しぶりねって言いながら、ね、ちょっと大きくなったお腹をさすりながら左手の指がキラキラしております。指輪をキラキラ光らせて。あら椿ちゃん、はい、あらあれ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 本当だ、気づけばカチエに指輪が最初からついてって最初からありますけど新しい指輪でした。2つつけてるんですか。いや、1つは大事に取ってあります。なるほどね。それもしかして、もしかして、はい、そのもしかしてですね。やだもう、ようやくゴールインってわけね。おめでとうありがとうございます。おめでとう。でもね、最初はちょっと夏目ちゃんにね、椿ちゃんを託すのはちょっと心配だったんだけど、本当に天魔がね許してくれるかなとか思ったけどね。そんなことないですよ。なんか二人が結婚ですか。ごめんね、さかなクン言ってなかったね。夏目椿と申します。あらー、おめでとうございます。おめでとうございます。いつの間にそんな、そんな、いつの間に。あ、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。話題持ってこなきゃ。はい、チェーン持ってきます。じゃあ椿ちゃんならね、お願いしようかな。椿ちゃんのお手手を握って、はい、椿ちゃん幸せになるのよ。ありがとう、くるみちゃん。うん、私はいつだって応援してるんだからね。くるみちゃん、ありがとうございます。だって大切な人いるでしょ。あら、ここのみんなのことよ。なんでみんな冷めるのよ、これで。いや、入ってないわ。いやでもくるみ沢さんらしいなとは思いましたね。もういつになったらくるみちゃんって呼んでくれるのよ。くるみさんらしいけれども、嬉しいです。やだ、みんな照れちゃって。まあいいじゃないね。くるみちゃん、あ、なに、早く草やカクテルちょうだいよ。わかったわよ、カクテル作ればいいのね。あ、もうあれがないとやっていけないんだよ、もう俺。じゃあみんなもそれでいいかしら。ただ、椿ちゃんはお酒は控えましょうね。そうね。なん、いや、僕ファジーネーブルで。あら、いいのそれで。うん、草屋はちょっと残念ね。じゃあ俺もウーロン茶で。あら、飲まないんすか、夏目さん。いや、こちらよ、椿もいるんでね。あ、じゃあ俺もやっぱりコーラで。あら、わかったわって言いながら、ちょっとコーラにちょっと星空が浮かぶようなちょっとトッピングみたいなのとか、ウーロン茶にもいろいろやっときます。みんな遠慮しなくていいのに。いやー、コーラの方が好きだから俺、酒よりも。で、カッシーちゃんとウオちゃんに草やカクテルを出しました。カッシー飲まないよ。あ、もう入ってる。じゃあ改めてロシちゃんの成人を祝って乾杯。乾杯。乾杯。何回乾杯で締めるんでしょうね。ね。乾杯好きやな。そうなのよ。だって乾杯楽しいじゃない。はい。ではそんな感じで、あなたたちの新たな日常はこれからも過ぎていくことでしょう。クトゥルフシアン TRPG 台風の目、これにて本当に終了となります。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。Thank you.